琴浦町にある大塚あじさい公園。この公園は海岸沿いにあり、清々しい潮風を感じながら海を一望することができます。園内には木製のブランコもあります。大塚あじさい公園の歴史は、昔琴浦沿岸付近の地元の人が塩害を防ぐために海岸のあちらこちらにアジサイを植えていました。昭和50年頃に防波堤の新設工事があり、そのアジサイを一箇所に集め作られたのがこの大塚アジサイ公園。現在公園内には約10種類2000本近くのアジサイが咲き乱れ、県下随一の名所です。アジサイの見頃は例年6月中旬から7月上旬です。今年は気温が高く、開花時期も少し早かったようです。ぜひ綺麗なアジサイを見にお出かけしてみてはいかがでしょうか。以上、ワクワク東博ニュースでした。